ヒホイ伊藤純也の北朝鮮戦勝州にあう。スタッドランス韓国が伊藤の真の状態を暴露。S ランス指揮官、万全ではない中で PSG 先発の伊藤純也を称賛、彼らしく、非常に優秀だった。そう、伊藤純也の体調は万全ではなかったのです。スティル監督は試合後、83分までプレーした伊藤について、彼は昨日9日のトレーニングで内転筋を痛め、ウォーミングアップの時にも少し怖がっていた。だから、彼には耐える力が必要だったと思うと口にし、万全のコンディションではない中でのパフォーマンスを評価。首位チーム相手に伊藤の力が必要だったことを認め、守備での貢献を含めて以下のように称えた。言葉でのコミュニケーションはきっとそれほど密に取れてないだろうに、伊藤選手をこんなに理解してくれていて本当に嬉しい。少しでも長くランスを導いてほしい。伊藤選手はピッチに立てば、それはもう献身的にチームに尽くしてくれるプレイヤーだからね。ちゃんと分かってみてくれる監督の下で活躍できるのは幸せだと思う。伊藤選手は力の限り走って守る。日本が誇る右の翼です。真面目にサッカーを応援しているファンは伊藤選手のどこまでも献身的で攻撃的なサッカーが大好きです。スティル監督いいこと言うな。純也さんはサッカーの技術だけじゃない、人間性も本当に優秀。この人に力や勇気、希望をもらった人がどれだけいるか、どれだけ救われた人がいることか。純也さんは純也さんらしくいればいい。スポンサーにヘコヘコして突き放した日本サッカー協会と違って、チームと伊藤選手との間に強い信頼関係を感じます。純也頑張れ、ファンはいつでも応援してるし信じていますよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。